カナ西のラブイットツアー、テンスアニバーサリーは、7年ぶりに行われた、全国ホールツアー23会場26公演に、続き、夏から秋にかけて行われた、日本のポップ歌手、西野カナの全国アリーナツアー。2018年8月28日の、大阪城ホールよりスタートし、同年10月10日の横浜アリーナでの公演をもって、幕を閉じた。6会場12公演。 K38 公演という西野にとって、史上最多公演数のツアーとなり、合計20万人を動員した。同年12月26日に、ライブの模様を収めた9作目のライブ映像、ラブイットツアー、テンスアニバーサリーが発売された。バンドダンサー西野カナ西野カナの作品、ラブイットツアー、テンスアニバーサリー、ラブイットツアー、テンスアニバーサリーは、西野カナのアリーナツアー、 ラブイットツアーテンス・アニバーサリーのライブを収録した9枚目の映像作品。2018年12月26日に SME レコーズから発売された。収録会場の横浜アリーナ DVD とブルーレイそれぞれ2形態でリリースされた。初回使用限定版にはオリジナル味方せジャケット仕様でオフィシャルフォトブック、ポストカード型カレンダータイプ。 タイプ部が封入されている。先着購入店頭特典として、オリジナル B3 サイズポスターもついている。本編では2018年5月から7月にわたって、開催された、全国ホールツアー23会場26公演に、続いて行われた、6会場12公演、のべ20万人規模にわたる、西野カナにとって、史上最多公演数となった、全国アリーナツアー2018、 ラブ・イット・ツアー、テンス・アニバーサリーから最終公演会場である横浜アリーナでの2日間の模様を収録している。西野カナナインスライブ DVD& ブルーレイディスクラブ・イット・ツアー、テンス・アニバーサリー2018.1226リリースオフィシャルサイトありがとうございます。